エジプシャンホールの正面エジプシャンホールの大広間エジプシャンホールは19世紀のイギリスに存在した建築物設計者は G.F. ロビンソン1812年探検家で元宝石商のウィリアム・ブロックによって建てられたロンドンの繁華街ピカデリーにロンドンミュージアムパンテリオンとして開館し数年後にはエジプシャンホールという呼び名が定着した 外観は古代エジプトの神殿を思わせる作りになっており、古代エジプト人の像やスカラベ、スフィンクスの紋章などもある。1万5千点以上のものが展示されていたが、余分なホールでは各種の章が模様されており、その内容はフリーク章や絵画、陳発明の展示、ジオラマなど様々であった。技術もよく演じられていた。具体的には、ペッパーの幽霊、スフィンクスなど、 また演じたマジシャンは、ジョン・レビル・マスケリン、ストダー・タイサ、アンディ・ロバン、ドコルタなどであり、マスケリンはエジプシャン・ホールのことを、ホーム・オブ・ミステリーと呼んでいた。アレキサンダー・ハーマンは、1869年に1000日連続で、公演を行ったという記録を残している。他に話題を呼んだものといえば、1816年1月から公開された、ナポレオンの馬車。 1820年6月から公開されたフランスの画家テオドール・ジェリコーのメドゥーズ号のイカだ。1844年にサーカス王、P.T. バーナムが演じた親指トム将軍など。入館料は1シリング。開館時間は午前10時から午後10時までだった。エジプシャンホールは1904年に閉館し、取り壊された。ありがとうございます。